それではこちらの文献を紹介します。この論文は、BA ワークショップの2019で、発表された論文になります。で、この研究のベースになっている先行研究をまず復習という形で紹介します。で、こちらの論文ですね、こちらの論文は、大きく2つの、アーキテクチャを提案しています。で、1つがコピーメカニズムで、エンコーダーデコーダーのモデルの出力の、確率に対して、入力単語を、どれだけコピーするかの、コピースコアも加えて出力するっていうコピーメカニズムを、加えたっていう話と、あとデノイジングオートエンコーダーで、正しい文に対して、リプレイスだったりデリート、インサート、シャッフルっていう、操作を加えて、あえて汚い文を作ってあげて、でそれを、疑似誤りデータとしてプリトレインして、ファインチューンするっていう、この2つを、提案して、高いスコアを出したっていう、先行研究があります。でこの論文では、それをベースにして、ただこの誤りを生成する部分を、ランダムになんかリプレイスとかディリートとかインサートするんではなくて、もっと現実的なリアリスティックな、誤り生成を、した方がいいんじゃないかっていうことを、この論文では主張しています。で、モチベーションです。で、繰り返しになるんですけど、先行研究での、疑似誤り生成手法ではリプレイス、デリート、インサート、シャッフルを、ランダムに実行してノイズを生成しています。でリプレイスのところでは、置換する単語を語彙の中からランダムに選択するようなことをしています。ただ、問題として挙げているのは、まず一つは、ワードオーダー、単語の並び順に関するエラーは、他のエラーと比べて、出現頻度が低い、いや、それほど重要ではないということと、あと置換する単語を、語彙の中からランダムに選択するのは現実的ではないと言っています。でこの提案書では、まずシャッフルは行わないということと、置換候補をあらかじめ定義しておいて、その中から一つ選んで置換するということを行います。で、疑似誤り生成手法です。でなんか入力文のあるトークンに着目して、そのトークンが入力されたら、トークンベースのノイジング、それから、タイプベースのノイジングを通じて、何か入れ替えたトークンを出力するっていう流れになります。でトークンベースの方は、プリペアとジェネレートってあるんですけど、まず準備段階では、学習者コーパス、アノテーション付きの学習者コーパスの一部を使って、訂正前と訂正後のそのペア、編集ペアっていうのをあらかじめ収集して、辞書を構築しておきます。これをエディット、ディクトと呼んでおきます。で、ノイズを生成するときは、そのエディットリストをディクトを逆に利用することで、正しいトークンから、間違ったトークンに置換するってことを行います。で、もし入力のトークンがそのエディットディクトに含まれていたら、 90% の確率で何かしらに置換します。で、置換する候補の、何に置換するかっていうと、その置換候補の中から、出現頻度に従って一つ選択して、それに置換するっていうことを行います。これがトークンベースの方法です。次にタイプベースの方法です。準備としては、前置詞と名詞と動詞の3つの品詞に対して、同じ品詞の単語のグループセットをあらかじめ定義しておきます。で、生成の時には、前のトークンベースで、何か操作が行われなかったトークンに対して、
前置詞、名詞、品、動詞の、置換を行います。で前置詞の場合は、他の前置詞に置換して、名詞の場合は単数形複数形を変化させる、動詞の場合は活用変化させるっていう操作を、行います。でこれが、リアリスティックノイズングメソッドと、呼ぶ、提案手法になります。で疑似誤りデータの、コーパスの話なんですけど、この論文では3つのシードコーパスを使用して疑似誤りを生成しています。で、グーテンベルク、例えばウィキペディアっていうふうにあって、グーテンベルクは、比較的ノイズの少ない綺麗なコーパスになってて、分量も多いっていうコーパスです。で例えばは、口語の表現で何か説明するような説明文が含まれています。ウィキペディアはウィキペディアです。でこの3つのコーパスの、分量がそれぞれ違うので、グーテンベルク のデータサイズを基準にして、例えばはそれに対してデータ数が少ないんで、これを、12個複製してあげて、それぞれ、ノイズを生成してあげて、ウィキペディアは、それを5個複製してノイズを生成して、でそれを全部足して、全体で45ミリオンの疑似誤りデータを作成して使用をします。はい、モデルです。で、使うモデルは3つです。ラージとベースとコピーです。でラージはトランスフォーマービッグの大体そういうことで、ベースはトランスフォーマーベースで、コピーは、先行研究にあったコピーオーグメンテッドトランスフォーマーです。でこの実験ではラージを基準にして実験をしています。でトレーニングの流れです。ここにまとめてあるんですけど、前処理をしてあげて、その後疑似誤りデータでプリトレインしてあげて、それをトレーニングって書いてあるんですけど、学習者コーパスでファインチューンするっていうことをして、で最後のファインチューニングって書いてあるのは、テストセット、テストデータにドメインが近い訓練コーパスを選んであげて、それをもう一回、トレインしてあげるっていうことをしています。なので同じデータを、複数トレインすることになるんですけど、こうすることで、よりそのドメインに近づくような、出力になる、ドメインアダプテーションっていうテクニックなんですけど、これをしています。はい、データセットです。これはちょっと割愛するんですけど、このファインチューニングって書いてある行は、トレーニングで使ったデータ の一部を使って、ドメインアダプテーション、もう一回トレーニングするってことを意味しています。はい、で結果です。こちらの結果は BA ワークショップのリストリクティッドトラックっていうワークショップが提供した、コーパスのみ使ってその平等に評価した場合の結果です。で、まずスペルチェックでこのスコアで、それに対して疑似誤りデータで訓練した時が 54.82 っていう比較的高いスコアになってて、これはこの提案手法のリアリスティックな疑似誤り生成の方法が貢献していると見て取れます。でそれからトレインファインチューンとしてあげて、で最後アンサンブル括弧5ってあるのはアンサンブルをしているんですけど、ベースのモデルが1つ、ラージのモデルが、独立して2つで、コピーのモデルが2つの合計5つのモデルでアンサンブルした結果が、こちらですね。でこの結果が BA ワークショップで2番、このトラックで2番のスコアを出しています。次にコヌル2014の評価です。で一番上がこの提案手法の結果なんですけど、この Yes, No である列は、
まあ、さっき説明したファインチューニングにあたるところ、もう一回、トレインを回すっていうので、この W&I っていうコーパスがこの過去の結果が出た時にはまだ存在してないコーパスだったんで、それを使ったか使ってないかで、まあ、評価を分けています。で、まあ、スコアを見ると、まあ、ステートオブウチアートに近い匹敵するスコアを出していると述べています。でただ本家のコピーオーグメンテッドトランスフォーマーの結果と比べると、まあ、それより低いスコアになってて、まあ、それはちょっと疑問なんですけど、まあ、詳しい理由は言及していませんでした。はい、であと、純粋な疑似曖昧生成の手法の比較です。でアワーズがリアリスティックな方法で、ランダムが先行研究の、まあ、ランダムに、選択する方法ですね。でこれを見るとこの DAE って書いてある、疑似曖昧データだけでトレインした時の結果を見ると、まあ、かなり高いスコアになっていて、まあ、効果が現れているかなと思います。でただ、まあ、トレインファインチューンとしていくとそのギャップはだんだん小さくなっていくことが分かります。はい、まとめです。先行研究のコピーオーグメンテッドトランスフォーマーの延長線として疑似曖昧生成手法をランダムではなくリアリスティックに変更して検証を行いました。 BWA ワークショップ2019ではリストリクティッドトラックでは2位で、ちょっと割愛したんですけどローリソーストラックでは2番という結果でした。はい、以上で終わります。